羽生結弦、アジアの光。中国で絶大な人気を誇る理由。世界中を魅了する存在。羽生結弦という名前は、フィギュアスケートの世界だけでなく、スポーツ全般の歴史においてもひときわ輝く存在です。彼が AIPS、国際スポーツ記者協会によって選出された、今世紀最高の男性アスリートで6位にランクインしたことは、その才能と努力が世界中で広く認められている証です。しかし、この偉業を成し遂げた背景には、単に競技における成績だけでなく、彼が持つ独自のカリスマ性や精神的な強さが大きく影響しています。羽生選手のキャリアを振り返ると、彼がフィギュアスケートの世界に革命をもたらした瞬間がいくつもあります。彼の演技は、技術の高さだけでなく、その美しさや感情表現においても他の追随を許しません。彼はただジャンプを飛ぶだけでなく、その瞬間に観客に何かを伝えようとする意思が見えるのです。これは、彼が単なるアスリートではなく、アーティストとしての側面も併せ持っていることを示しています。特に、羽生選手が2014年のソチオリンピックで金メダルを獲得した瞬間は、彼のキャリアの中でも特筆すべき出来事です。その時、彼はまだ若く、初めてのオリンピックでの金メダルに挑むプレッシャーを背負っていました。しかし、その重圧をものともせず、彼は世界中の観客を魅了する演技を披露し、見事に頂点に立ちました。この成功は、彼の努力と精神力の結果であり、それが彼を世界トップのフィギュアスケーターたらしめたのです。羽生選手が持つカリスマ性は、競技外でも強く感じられます。彼は常に自分自身を高めるための努力を惜しまず、また、周囲の人々やファンへの感謝の気持ちを忘れない姿勢が印象的です。彼は自分の成功を自分一人の力だとは決して思わず、支えてくれる人々への感謝を常に口にします。これは、彼がいかに謙虚であるかを物語っています。また、羽生選手はフィギュアスケートの技術面においても多大な貢献をしています。彼が挑戦し成功させた4回転ジャンプの数々は、フィギュアスケートの技術レベルを一段と引き上げました。特に、彼の得意とする4回転トーループやサルコーは、彼の代名詞とも言えるジャンプであり、他の選手が挑戦する際の一つの基準となっています。さらに、彼が演技に取り入れる繊細な動きや表現力は、彼独自のスタイルを形成し、世界中のファンや選手たちに影響を与え続けています。しかし、羽生選手の道のりは決して平坦ではありませんでした。彼は幾度となく大きな怪我に見舞われ、その度にフィギュアスケートから離れざるを得ない状況に直面しました。しかし、彼はその度に驚異的な回復力と精神力を発揮し、再びリンクに戻り、以前にも増して素晴らしい演技を見せてくれました。これらの経験は彼の内面をさらに強くし、その演技にも深みをもたらしました。例えば、2017年のヘルシンキ世界選手権での演技は、彼が怪我から復帰した直後でありながら、フリースケーティングで史上最高得点を叩き出した瞬間でした。この演技は、彼がどれほどの決意と覚悟を持ってリンクに立っているかを如実に表しています。彼のジャンプやスピンはもちろんのこと、その演技全体に込められた感情が観客の心を打ち、彼自身もこの演技に特別な思い入れがあることを後に語っています。また、羽生選手が中国や他のアジア諸国で絶大な人気を誇っていることも興味深い点です。彼はアジア人として初めてフィギュアスケートの世界でこれほどまでに大きな影響力を持つ存在となりました。特に中国では、彼の演技に感銘を受けたファンが多く、彼をアジアの光や人類の誇りと称える声が上がっています。このような国際的な評価は、彼が文化や国境を越えて多くの人々に愛され、尊敬されている証です。さらに、羽生選手の影響力は競技の枠を超え、社会的な意義を持つようになっています。彼は震災復興支援活動にも積極的に取り組んでおり、自らの経験を通じて被災地の人々に勇気と希望を与え続けています。彼のこのような姿勢は、単にスポーツ選手としてだけでなく、人間としての彼の大きさを感じさせます。このように、羽生結弦という存在は、フィギュアスケートの歴史だけでなく、スポーツ全般においても特別な存在です。彼が AIPS の今世紀最高の男性アスリートで6位に選ばれたことは、
彼のこれまでの功績を称えるものですが、その背景には彼の持つ人間的な魅力や精神的な強さがあることを忘れてはなりません。彼の今後の活躍にも期待が高まり続けており、彼がどのように新しい歴史を作り上げていくのか、多くの人々が見守り続けています。彼の成功は決して偶然ではなく、長年にわたる努力と、フィギュアスケートに対する深い愛情の結果です。彼の演技を通じて伝わるメッセージは、フィギュアスケートファンだけでなく、多くの人々の心に響き続けます。そして、羽生結弦という一人のアスリートが、これからもスポーツの枠を超えて多くの人々に影響を与え続けることは間違いありません。羽生結弦の物語は、これまでのスポーツ界における常識を覆すような存在として、これからも語り継がれていくでしょう。彼は単に優れた技術を持つフィギュアスケーターではなく、その生き方や考え方からも多くの人々にインスピレーションを与える存在です。羽生選手が挑んできた数々の試練や困難は、彼の持つ強靭な精神力と、何よりもフィギュアスケートという競技に対する揺るぎない愛情が根底にあるからこそ乗り越えることができたものです。彼がこれまでに達成してきた偉業の数々は、スポーツ史においても特筆すべきものであり、それらの記録が今後破られることがあったとしても、彼が示した限界を超える力と、人々に感動を与える力は永遠に色あせることはありません。彼の演技は、単なる競技の枠を超えて、アートの域に達しており、それは彼自身が、自分の滑りで何かを伝えたいという強い思いを持っているからこそ成し得たものです。また、彼の存在がフィギュアスケートという競技に与えた影響は計り知れません。羽生選手が登場する以前、この競技は一部の国や地域でのみ盛り上がりを見せるものでした。しかし、彼が世界中で愛される存在となり、その人気は一気に国際的なものとなりました。特にアジアにおいては、彼の活躍によってフィギュアスケートが一大ブームとなり、次世代の若手スケーターたちが彼を目標に掲げて努力を重ねています。彼が開いたこの新たな道は、これからも多くのスケーターたちにとって希望の光となり続けるでしょう。羽生選手が中国で特に高い人気を誇る理由の一つとして、彼がアジア人としての誇りを持ち、国際舞台でそれを体現していることが挙げられます。彼の成功は、アジアのフィギュアスケート界における地位向上にも大きく貢献しており、彼自身がその象徴的存在となっています。中国の SNS での反応からもわかるように、彼はアジア全体のフィギュアスケートファンにとって、絶大な影響力を持つアイコンとなっており、彼の一挙手一投足が大きな話題となります。さらに、羽生選手の存在感は、スポーツを超えた社会的な影響力にも広がっています。震災復興支援活動を通じて、彼はただスポーツで成功するだけでなく、社会に対する貢献も忘れません。彼は自らの経験をもとに、被災地の人々に希望と勇気を届け続け、その姿勢が多くの人々に感動を与えています。彼のこうした活動は、単なるアスリートとしての役割を超え、社会的リーダーとしての彼の存在を強く印象づけるものとなっています。羽生選手の今後の展望について考えると、彼が新たなチャレンジに挑む姿勢は変わることがないでしょう。彼は常に自分自身を高めることを追求し、これからもフィギュアスケート界に新たな風を吹き込むことでしょう。彼がこれまでに達成してきた記録やタイトルは、すでに伝説的なものとなっていますが、彼自身はその記録に満足することなく、さらなる高みを目指して進み続けています。羽生選手の物語は、単にスポーツ選手としての成功だけでなく、人間としての成長と挑戦の物語でもあります。彼がフィギュアスケートという競技を通じて伝えたいメッセージは、努力の大切さ、夢を追い続けることの素晴らしさ、そして他者への感謝と敬意です。彼の存在は、多くの人々に勇気と希望を与え続けており、その影響力はこれからもますます広がっていくことでしょう。最後に、羽生結弦という一人のアスリートが、どれだけ多くの人々に感動を与え続けているかを改めて考えるとき、彼の物語がどれほど特別であり、かけがえのないものであるかがわかります。彼の演技は、これからも多くの人々の心に残り、彼が成し遂げてきた偉業は未来永劫、語り継がれていくことでしょう。羽生結弦という名前は、フィギュアスケートの歴史に刻まれ、そしてそれは、彼の人生が終わった後もなお、
輝き続けることは間違いありません。